テロップ。こんにちは。牛タンさん100回目の訪問ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。どうも。こんにちは。スペースランナーウェイさん、パンレベル20。ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。起きたばかりじゃない。気づいたら12時10分過ぎでさ、携帯触ってたら、急いでパンルームに。どこ？来たばっかりじゃない。でもこんばんは。どうも。初音もの方ありがとう。こんばんは。よいしょ。アイさん100回目の訪問ありがとうございます。ありがとう。ドロップさんファンレベル14ありがとうございます。ありがとう。喉乾いた。ちょっと水持ってくる。待ってて。あれ？ずっとミュートにしてたマイク。喋ってたのに。戻ってきてた。あれ？私、水取りに行くときに、マイクミュートにしなかったか。あ、喋ってたのに、ずっとミュートだった。こんにちは、どうも。二度目の方、いつもの方、ありがとう。
おー、シンディさんファンレベル18、ありがとうございます。あ、寝分けてる？違う、ほんとに見てなかった、このマイクのオンオフのところ。いつもさ、席離れるときマイクミュートにするからさ、戻ってきて普通にマイクの音量のところ押したらさ、オンオフのところ、オフだった、オフにしてなかったか、行くときに水取りに行くとき。二度目の方ありがとう、こんばんは、こんばんはね、こんにちは。うん、フォローありがとうございます、ありがとう。どうもの方、二度目の方もありがとう、こんにちは。でも寝上げてるとかじゃないって、違うって、こんにちは。普通にコメント読んでたけどミュートだった。あって、サンリオキャラクター大賞見なきゃ、これ結果発表1時から1時からだな。ちゃんと見よう、あとで。お疲れ様です、お疲れ様、こんにちは、どうも。天丼、あ、天丼食べたの、お昼ご飯。いいね、天丼美味しいよね。今の時間27度で暑い、暑い、暑いな、どうも。やった時もんで、溝取り行った時は声聞こえんのかな。ん？時もんで、溝取り行った時声聞こえんのかな。だから、ちょっとミュートにしようと思っちゃうんだよね。席離れて基本ミュートにするから。だから、ミュートにしたと思ってたけど、多分してなかった？戻ってきて、そう、いつもの感じでさ、ミュート解除したって思ったら、ミュートしてた。はい、じゃあ、だもん。二度目の方、ありがとう。こんにちは。コケの前回10位。前回ね、大丈夫、覚えてないんだけど。10位だったかな。よかったもん、322人。台湾、アットマーク、リーソンさん違うから、リーソンさん、リーソンさん、わかんない。1ヶ月連続、ありがとうございます。今月もありがとう。ありがとうございます。難しいなぁ。お兄ちゃんだもん。11位だったか。うん、二度目の方ありがとう、こんにちは。今日マスの格好知ってる？いや、画像だからな。寝る前に泣いた方がいいと思うか。お昼ラーメン、ラーメンキョガタムズ323に、シロニャンコさん、今月もありがとう。ありがとうございます。ね。午前中の時は行ったら、横綱って言ったから買ってしまう。あ、横綱？横綱？あのイベント以来食べてないや。食べた。配信の時まで、配信は1時間だから、1時、13時15分まで。1時15分まで。こんにちは、初見さん、コメントありがとう。こんにちは。今日もの方、二度目の方やと。何ラーメン？豚骨？え？何ラーメン？何ラーメンがいいかな？家系？結果発表ショールーム、ん？結果発表ショールームでも配信、いや、ショールームではないね。ないない。YouTube と X と
TikTok 3つ。読まない。4度目です。どういうこと ?7 時間。どういうことどういうこと私の時間 ?13 時15分まで。1時。しのさん、100回目の方もありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。こんにちは、どうも。こんにちは。楽しみ。キャラクター大賞。こんにちは。どうも。13時になったら見よう。少ししか、あれだけど、配信15分までしか、慣れてたから。あ、ですけど、ステージライブって、もう配信されてるんだ、これ。見てみよう。YouTube。うん。あ、かわいい。なんか今、プリンくんのステージしてる。何これ？なんだ？これ何？これ。めっちゃ可愛いんだけど、なんかプリンくんとプリンくんの仲間たちがなんか歩いてる映像が。何？これステージライブ配信？ステージライブじゃないよね。今なんか合間の時間だから声と流れてるの。めっちゃ可愛いんだけど。すごいなこれ。ゾーンの方ありがとう。こんにちは。朝から歯医者だって中中に BGM で二人長いった。そうなの。二人。うん。逆によって山田さん家の小木ちゃんも聞かざる。私の家の小木よ。な、コギュの服、覚えてない、ないよ。だって、どんなアバター？私、使ってるアバター？何使ってるかな？知ってみない、どうかなよ。ちょっと待って。私が使ってるアバター？どこで見るんだっけ？マイページか。あの、寝てるアバターだ。クマの寝てるアバター。それです。あ、ゾウの方ありがとう。こんにちは。プリンくん仲間いるよ。なんか、マフィンとか。あと二人ちょっとよくわかんないんだけど。ずっと歩いてる映像だ。一時までもしかしてこれなのかな。ずっと歩いてる。じゃあ、次また。お兄ちゃんとも。1時間だからね。まだあと30分ある。こんにちは、あんたも。よいしょ。こんにちは、あんたも。これ、あ、そう、それ。そのこと。のぶと、どっかのルームに行こうけど、なんでもいいなと思って、前それにして書いてないです。こんにちは。コギュの目標、コギュの目標は10位以内なんで。10位以内でカフェするみたいな感じだった気がする。こんにちは、たまん。こんにちは。二度目の方、ありがとう。こんにちは。こんにちは。サニューショップも行きたいな。
今月中に行かないとさ、別にてスマイル使わないとポイント、スマイルっていうポイントがあるんで使わないとさ失効しちゃうんだよね。持ってるやつの1700ぐらい持ってて、スマイル800ぐらいなくなっちゃう。もなんかありがとう、こんにちは。うとうとしてます。もしかすると言ってしまうか、寝ちゃうかも。眠いんだったら寝なよ。今月もすぐ終わってもうやばいな、行かなきゃこれ、交換しに。今月874なくなっちゃうからな、行かなきゃな。お兄ちゃんとも最近行ってないの、サンリオショップに行きたい、かなきゃ、ちょっと交換に。うん、お兄ちゃんともスマイルどうですか。スマイルはサンリオに、サンリオショップ行った時、ピューロランド行った時、ハーモニーランド行った時に貯めれるやつと、あと買い物して貯めたりとかかな、どこかな。うん、何年のサイト14時から結果発表でも1時からね、配信で発表されるのよこれ。あ、なんか今違う映像になってるわ。メルちゃんとシナモンの映像になってる、変わってる。何これ、なんか歌ってる、かわいい。メルちゃんが歌ってる。こんにちは、とも。いつもの方、二度目の方、ありがとう。こんにちは。かわいい、この映像。今すっぴんですか。すっぴんだけど画像だからわかんないっしょ。なんか次のやつのやつな、眉毛鬼ごっこ、眉毛をつけてるか眉毛鬼になって鬼ごっこをする、眉毛鬼に立ちさえとおかしなことが起こるかも。なにこれ。いや、サンリオのさ、ステージライブのやつ見てるんだ、ステージライブ配信のやつ見てて。眉毛鬼ごっこなんだそれ。何これ、何にタッチされると眉毛がかわいいな。寝起き寝る寸前で、寝起き寝る寸前だろ。兄弟、いや兄弟いるよ、妹2人と弟1人、上はいないです。ピューロランドだっけ、いやピューロランドじゃないね、サンリオフェス、東京ビッグサイトやるサンリオフェスで発表される。こんにちは、たもん。メルちゃんって誰、ウィッシュミーメルちゃんっていう、ウサギのキャラクター、サンリオの。眉毛鬼、こう見てみたらわかる。そう、よくわかんないけど、かわいいシナモンとポンポンプリン。ヤダさんスピン配信なんかする人知ってるけど、ヤダさんスピン配信よく知ってるよ。よ知ってるじゃん、私。うん。じゃあ、HKT48 大好きで、ね、ダメ。キャンバサー、あ、そうなの、知らなかった。こんにちは、いつもの方ありがとう。多分雲だけでなくウサギも好きなの。いや、このキャラクターかわいい、ウィッシュミーメルっていうキャラクター。
なんか可愛いよ、このサンリオのさ、ステージライブ配信のやつ、ずっと。なんか、キャラクターたちの意味わかんないとか、なんか、ずっと流れてたし。今なんか、シナモンの、シナモンがフラフープ持って、なんか、映像流れてる。なんだこれ。こんにちは、どうも。こんにちは。早くなんないかな、一時に発表、把握してほしい。よし、シナモンなんて、いや、かわいいシナモン、なんか、フラフープ持って踊ってた。こんにちは、どうも。ビダンブイダン、ラジオだとリップじゃなくていいかよな。確かにね、なんなくても映んないから。サンリオグッズたくさん持ってる。サンリオ家にいろいろありますよ。こんにちは。うん、次の日は何かしたっけ。次の日って今日だよね。何もしてないよ。夜になるとその時間前なる感じる。1時からだから。ハーモニーランドの CM 流れてる。ハーモニーランド、ピュールランドじゃなくて、ハーモニーランド。初めて見たかも。ビューティーさん、ファンレベル17、ありがとうございます。ありがとう。2度目の方、ゾムの方。うん、こんにちは。でもフラフープで、え、フラフープをしてたんじゃなくて、フラフープを持って踊ってた。あの、フラフープしてたんじゃない、持って踊ってた。ハーモニーランド、そう、ハーモニーランド CM楽しみだな。いつもの方ありがとう。今日もこの足の後に寝るつもり寝るつもり。こんにちは、どうも、初物の方ありがとう。こんにちは。でもフラフープの使い方知らなかった。いやだったよくわからないけど、なんかシナモンが少し歌って終わってた。そういうやつでしょ。こんにちは、初見さんコメントありがとう。結構多分寝てばかり。そんなことないけど別に。こんにちは、たもん。たもん、こんにちは。寝る子は育つ。寝る子は育つ。伸びてくれるといいんですけど。伸びてほしいよ、もう少し。こんにちは、たもん。こんにちは。昨日も昼足ですが、昨日はあれ、寝る時間遅すぎてさ、あれだった。うん、初見さん、たい焼き、ありがとうございます。ありがとう。昼寝してて気づいたら、昼寝しててそれは寝すぎだろ。それは寝すぎだよ。ないよ、さすがに。二度目の方、ありがとう、こんにちは。犬子は育つな、あなたは育ちすぎる。いや、縦に育ってほしいんだけどな、もう少し。もう少し。うん、ハローありがとう。ありがとうございます。写真の整理進んだ。
写真の整理は、いやまだ、3万2000枚ぐらいある。でも3万3000枚から1000枚ぐらい。1000も、だいたい1000枚ぐらい。ちょっと、もうちょい減らさなきゃね。すごい。アップデートしない、なんだっけ。ストレージの、この写真の占める割合がめっちゃ多い。去年のムズ324人。カズヤンさん。今月もありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。丸配信の前寝てるよ。いつ寝てるのじゃないだ、私。こんにちは、どうも。ようやく許可タムズ入りできた。ありがとうね。ありがとうございます。二の目の方ありがとう。こんにちは。SD カードについて、いやね、いらない写真いっぱいあるから、その写真消していく。ない写真を。全部いる写真じゃないんだよな。全部いる写真だったら、写した方がいいけど。いらない写真いっぱいあるから。なんでそんなに寝られるの？そんなにって言っても、今日まだそんな寝てないよ。こちら、こんにちは、たもん。めちゃくちゃ寝てるわけじゃないよ、いつも。昨日は10時間ぐらい寝たと思うけど、毎日、6、7時間ぐらい。もうお腹やると目覚めるから、24時間寝続けることはない。24時間はないけど、24時間。気づいたら1日分の寝て起きたら1日分のさ記憶ないってことでしょ。1日そんないけど、こんにちは、どうもリンさん、ファンレベル12ありがとうございます。好きな果物、バナナ、みかん、モセカ、ブドウ、ピナップル、セカ、あ、セカじゃない、メロンか、これ。バナナ、みかんは好きだよ。スイカそんなだけど、なんか、種があって食べづらい。スイカそんなだけど。頭の方ありがとう。20時間寝てる、寝てるわけないだろう。起きてる時間4時間だって。いや、なきゃないでしょ。始まってすぐ寝るってこと。無理でしょ。10時間すごい、10時間すごいの？写真だったら今日あるのに、今日移動させとけばもともと写真消えない。確かに。でもね、いらない写真がいっぱいあるんだよ。それ消さなきゃいけない。めんどくすぎてさ、そんな写真の枚数あったら。大丈夫なんだよ。サーモンの方に挑めなかった。どう？こんにちは。こんにちは。こんにちは。寝るのにも体力が必要らしいから、京子ちゃん体力があるってこと。ってことかな？目が覚めてる時間だけ配信してくるの。なわけないでしょ。なわけないでしょ。配信してる時以外全部寝てるのやばいでしょ。いらない写真すぐ消さないの。いや、なんかその時にさ、消さな、なんていうの、すぐってどういうこと？その非常にってこと？そのめんどくさいからだよ。写真撮ってすぐは写真の整理できないじゃん。もう写真撮ってるってことはさ、なんか、してるってことじゃん。うん、今日かたまず325人。クリオネさん、初めてありがとうございます。ありがとう。めちゃめちゃありがとう。いや、こちらこそ。見に来てくれてありがとうございます。二度目の方ありがとう。こんにちは、どうも。今日方もず326人長吉さん、初めてありがとうございます。ありがとう。あれだね、怖い夢とか見る。夢あんま見ない、見ないよ。ゆかちゃん、さくらんぼってこと？どういうこと？
ウェブ配信 AI じゃないですよ。私はちゃんと配信してますよ。AI じゃないです。二度目の方ありがとう。こんばんは。もん。こんばんは。もん。どうもの方ありがとう。どうも。こんばんは。楽しみ、サンリオのキャラクター大賞発表、企画発表。楽しみ。ちょっと悔しそうなんで、時間が経つと。いや、なんかね、写真いっぱい撮るじゃん、なんかさ、例えば。コンサートの時と、公演の時と、衣装着てる時にさ、写真撮ったりするじゃん。生写真のさ、生写真の、なんていうの？写真撮る時とかに、いっぱい衣装着る時に写真撮るじゃん。で、そのまま放置しちゃうんだよな。いらない写真も全部。コロちゃんさ、ファンレベル16、ありがとうございます。サンリオのいつ発表？サンリオ今日の13時からです。ショールームと、ショールームとじゃない、YouTube と、X と、TikTok？ 配信がある。まあ、安心してね。多分、本物の許可ちゃん出てる。いや、本物の許可ちゃんが配信してますよ。本物の私ですよ。本物だよ。こんにちは、たもん。こんにちは。ショールームしてる。え、ショールームはないよ。ショールームはない。大丈夫でしょ。ショールームない。え、ある、え、なんであるんだ？あるわ、どういうこと？え、なんで書いてないんだ？ケカピオステージのオンライン配信はこちらの3つのアカウントで行うよって書いてるのにさ、そこ YouTube と X と TikTok しか書いてないよ。なんでショールもあるんだ？オンライブいる。どういうこと？どういうこと？ゾムの方ありがとう。よかった、まず327人。ブラウニーさん、初めてありがとうございます。ありがとう。あとね、こんにちは、どうも。サムロイドの配信楽しいよ。楽しいって何？サムロイドロボットだと思ってる？ちゃんとやってます、私は配信。ゾムの方ありがとう。こんにちは。え、だって許可なんだけど。何を推理すんの？お兄ちゃん、あともあと10分ぐらいだ。楽しみ。楽しみ。キャラ隊の発表。楽しみだな。許可たまず328人。テンパルくんさん、2ヶ月ぶり、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ニュールの許可だ。あ、私そっち側なの？このショールームでも配信あるって誰か言ってたけど、この公式のサイトに書いてないから。いや、ないと思ってた。公式のサイトに書いてない。なんで書いてないの？あんりを。公式 X 見てみるか。公式サイトには書いてない。ショールームをするように急遽なったのかな、わかんないけど、公式のサイトには書いてない。 X には書いてる。リポストされてる。ダメの方に、ダメの方ありがとう。こんにちは。真実はいっぱい。そんな、ちゃんとやだな。10代からも始まってます。え、そんな早いの？
ほんとだ。めっちゃ早いじゃん。睡眠クイーンとか楽しい。うんな。言うほど無理して言ってないから、普通だよ、多分、睡眠時間。こんにちは、とも。うん。夏を見に来た。昨日でも多かったってこと？こんにちは、とも。よいしょ。もうすぐだね。楽しみ。二度目のことありがとう。9時も寝てたよ、そりゃ。睡眠がある。回答許可だ。盗む方じゃなくて答えになってるんだけど。答え、私みたいな。どういうこと？こんにちは。夏物の方に。うん。喉はだいぶ弱いなって思う。だいぶ前にいつぐらいか忘れたけど、いつもの方ありがとう。こんにちは。無事に寝たの羨ましい。寝てました。二度目の方もありがとう。こんにちは。これは結構頭の組織って。私の組織ここ、黒の組織みたいな。こんにちは、どうも。寝違いになった。寝違えてない、私。そうそう、なってない。今月から年金から料金なんだけど、寝ることは節約につながるからよくて。まあ確かに寝とき年金もガスも使わないもん。だからいつ送るのか。よっくらもそして。どんな眠りかな、私。ねえ、姉さん、ファンレベル13、ありがとうございます。ねえ、お酒を飲まず。多すぎだろ。いつもの方ありがとう。節約方？節約方？どうぞ。このね、いちこ。私が。もっとなんかかっこいいのがいいな。カタカナの。かっこいいのがいいな。何時に寝てもほぼ同じ時間に目が覚めちゃう。すごい。無理だな。起きる時間が。でも最近は、大体さ、お昼配信してるから。起きる時間？大体一緒ぐらいだけど。前はさ、バラバラだったからさ、起きる時間めちゃくちゃ。朝めっちゃ早い時もあれば、全然めっちゃ遅くに起きる時もあればみたいな。同じ時間に目覚めない。こんにちは、どうも。どうもの方ありがとう。目覚ましで起きてる。じゃないと無理だね。昨日の昼配信面白かった。昨日の昼配信してないんだよ、昨日は。ないんだよ。最近目覚ましかけないんですよ。私も、月曜日は目覚ましかけない。いや、目覚ましかけないで寝れるのめっちゃ幸せじゃない？目覚ましで起きるの。やっぱ嫌じゃん、なんか目覚ましの音って。ねえ。あんま好きじゃない。初物の方ありがとう。こんにちは。わかるでしょ。朝も仕掛けないと寝るときが一番好きですね。誰が悪いの聞いた。確かにお昼配信ないから
2時前に起きても規則正しいから。確かに規則正しいじゃ正しいかもね。そう、毎日寝る時間と起きる時間ほぼ一緒だから。目覚ましなしは主役だよね。目覚ましの音めちゃめちゃ嫌いだもん。あの音嫌だもん。なってたら嫌だもん。目覚ましなんかで起きると思うなよ。目覚ましなんかで起きると思うなよ。目覚ましかけないタイプ、起きれるタイプ。そうだな、目覚ましの音快感だよね。快感あるよね。目覚ましの音好きじゃない。起きてから何するか考える。目覚めなかったらやばい。こんにちは。そろそろだな。楽しみ。もうすぐだ。キャラクター大賞の発表。結果発表。いやー、小気味が上位何入ってるといいけど、これって何位から発表されるんだろう。楽しみ。楽しみ。あと2分。あと少し。この配信結果表途中で途中で終わる。ユーザーファンレベル11、ありがとうございます。どうもの方も、気になる。ユーザー目覚ましで起きないこと確かにあるけど、今日お昼配信は13時15分までです。起きたらまず寝ます。早いな。ユーザーもないから、私いないか。いないか。いや、一気に発表されない。なんていうの、なんか何位からか分かんないけど、コメントがあったりするの、キャラクターの。やっぱりゴギミしか勝たん、ゴギミしか勝たんよ。ゴギミが一番よ。あんな途中でした。終わるまで、確かに。クロちゃん、クロイちゃんはオフしてんのかな。喋るキャラクター。こんにちは、どうも。やるとこ、あ、カウントダウンされてる。カウントダウン一緒に見よう。ちょっとみんなでこれ庭戸にするか。庭戸にした。ショールームと。ミュート G になったらタブレット?タブレット端末とリングライト付きスマホスタンド、どっち選ぶ?タブレットかな?リングライト付きスマホスタンド持ってるから。あ、始まる始まる。カウントダウンドキドキするわ。頭の方ありがとう。8、7、6、5、4、3、2、一、あと、こんな感じで始まるんだ、これ。かわいい。かわいい、なんかオープニングの映像。でもコメントしないよ、私。しないしない。同時視聴してるの?いや、特にしてないよ。私はこれを見てる、その、サンリオのキャラクター大賞の。うん、今日方も329人。ダマさん、今月もありがとうございます。ありがとう。あいつね、テロップ書いてくれ。テロップ、何してるか分かるよね。キャラ対
はい。平たい。一個。発表。見てる。よいしょ。始まった。来た来た。コメントするわ、コメント拾ってもらえる？いや、もうコメント拾うようなやつじゃないもん。初詣の方ありがとう。ただ投げてきて。YouTube で見てる私よ。YouTube、 いつもの方、二度目の方ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんにちは。始まるかな。まだなんかさ、あの、なんていうん、 MC の方たちが喋ってる。 TikTok でじゃない、 YouTube で見てる。こんにちは。二度目の方ありがとう。楽しい。キカピョ。サリオフェスの赤つい試験ですか。ある？ある。こんにちは。1位から発表なきゃなくない？逆だよね。逆だよ。いや、楽しい。2時まで、そう、2時まである。ランキング発表は。たい焼きの羽、あ、たい焼きの羽好きだよ。シゲさんコメントありがとう。この男性アナウンサーない。入ってないです。入ってないです。今度司会やって、無理でしょ？よいしょ。楽しいなぁ。39位から、いや、何位からか分かんない。50とこかな。4連覇すごいな、シナモン。4連覇？この配信のラジオランキングはサンリオフェスで発表されるないです。ショールームでサンリオ大賞を見るとギフト投げてる人いるけど、誰得？サンリオが嬉しい？わかんないけど。こんにちは、どうも。大気食べたくなってきた。確かに、久しぶりに食べたいかも、私も大気。ショールームで見に行ったら、なぜか二度目の方もだった。初見ですよ。二度目だった？楽しみ。来るよ。お、ドキドキする。二度目の方ありがとう。カニちゃん。すごい人いっぱいだね。サンリオフェス。お、90位から。でもみんなのコメントの方が早いよ。ちょっと。なんで？90長いな。ない。9時から61の秒。なんだなんだ、誰だろう。あ、こういう感じだね。リトルラビン。89位。スポーティングベアーズ。リスル。ウタンドス。アナピーター。次何やし、小木源です。小木源とモップくん。マルモフビよりのモップくん。
プアワ、プアワ書いた、なんか、名前が。ニュッキー&フェンネ。お、ランクアップだって、ニュッキー&フェンネ。二度目の方ありがとう。こんにちは。早いぞ、発表が。だって、コギは確かにもうちょい、後かな、コギは。ホップ君がどのぐらいに入るからな。30以内に入ってほしい。81位までのキャラクター全部知ってる。あの、あれ、なんだっけ。あの、シルエット当てクイズやってたから、わかるっちゃわかるけど。って感じ？いろんなキャラの推しがいるってこと？それでは二人だね。あの、花丸おばあちゃんも最近好きだけど、でも投票はしてない。すごいな、薬の福太郎でなんか会場、すごいなんか、音。こんにちは、どう？さあ、名前、そう。おー、ランクアップ。シュガーメンネって可愛いね。シュガーバニーズ、好きだったな、ちっちゃい頃。おー、終わった。90位から61位。早い、めっちゃ。うん、フォローありがとう。ありがとうございます。いや、楽しみだな。こんにちは。こんにちは。初見さんコメントありがとう。いつもです。それ知らなくて悲しい。三流結構キャラクターいるからな。この90位以内、その、キャラクター対象にエントリーしてないキャラクターもいるから、めちゃくちゃ多い。その中に多分書いた子は入っててもわからん。嘘？シガバニーズ違う、シュガーバニーズ。シガじゃない。61位までです。あっという間だった。発表。こんにちは。二度目の方、ありがとう。こんにちは。どうも。90より多いよ。めっちゃ多い。全然知らないキャラもいる、私。78乗りは、78。あの、車のやつ。車の乗り物？それ？車のキャラクター？車のキャラかな？悪いやつ、悪いやつはいないです。みんないいやつ。60から31だって。やばい、楽しみ。三中賞、誰だ？ドキドキだよ。あつもの方ありがとう。こんにちは。楽しみ。後ろから。いないやつ。いないやつだよ。39注目だよ。はい、おお。あつもの方と、もうこの後ゆっくり見るよ、私。おお、ビートキャッツ。ビートキャッツも新しいキャラクターで、比較的。最近。ベレージバチでまず最初見たときびっくりした、あれ。
シュマロみたいなふわふわにゃんこかわいい。名前もかわいい。おぉ、ゆくたり。モップくんはまだ来ないでほしいな。いつ来るかドキドキなんだけど、モップくん。2キャラいるの反則じゃん。ね、2キャラってどういうこと？返事来い。いつ来るかな、モップくん。モップくん39ある。でも39よりもっと上に入ってほしいな。で、ここで終わりたくない、モップくん。もうちょい上に行ってほしい。うん、許可たむず330人。富士さんさん、今月もありがとう。ありがとうございます。ありがとう。30勝。30人まで見てからランキング読むかな。次。リトルフォレストフェロー。ニニルニョン。38位だ。ニニルニョンも好きなの。でも、投票してない。楽しい。モップくんない。モップくん20位台かなと思ってるんだけど。言われたくないな、まだ。だから。おぉ、ミミちゃん。おぉ、リルロマニック。おぉ。もう、モップくん30位内だ。よかった。リルロマニックも可愛いね。二度目の方ありがとう。じゃあちょっと途中だけど、ランキング読もうかな。盛り上がってきたよ。盛り上がってきたけど、ちょっとランキング読みます。13位からランキング読みますね。13位、ランタンさん、ありがとうございます。12位、なつきさん、ありがとうございます。11位、コロちゃんさん、ありがとうございます。10位、カネヤさん、ありがとうございます。9位、マモさん、ありがとうございます。8位、たまゆらさん、ありがとうございます。7位、シンディさん、ありがとうございます。6位、ムーンドロップさん、ありがとうございます。5位、シーさん、ありがとうございます。4位、村井富夫さん、ありがとうございます。3位、T さん、ありがとうございます。2位、フロマンさん、ありがとうございます。そして1位が、イアスさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。お昼らしい今日もありがとう。ありがとうございました。この後は、ゆっくり見ます。お昼らしい、ありがとうございました。ちょっとこの後、1位まで続き見る。夜配信は多分18時頃かな、1回目の配信になると思います。じゃあ、そろそろ終わろうかな。じゃあまた夜配信でありがとうございました。またねー。バイバイ。ありがとうございました。また夜配信で。またねー。バイバイ。お仕事ある方、頑張ってください。